東京ではというので続いての見出しをお見せいたしましょうこちらでございます1年後というキーワードが出てまいりましたこれは正直 いいコンサルの言ってることなんだと思うんですがなかなかやるなというふうに思います小小泉泉んんんちちちゃゃゃでございますクレヨンしんちゃんならぬ小泉しんちゃんあんまりみんなこれ言わないんでプリプリって私一人しか言ってないんで寂しいんですがいずれあの小泉しんちゃんとクレヨンしんちゃんは同じしんちゃんだっていうことに気がつく世の中になるんじゃないかなと思ってはおりますけれども。 ほら、えー、俺は信次郎、うら、うら、信次郎だってね、ゾ、え、ウ、ー、さん、ゾウさん、おお、花が長いのねと、ねえねえって、ねえー、姉さ、結婚するとかね、えー、ピーマン食べれるとか、あ多分言っていくと思うんですけど、えー、小泉進次郎さんの勢いが止まりません、これがね、やっぱりね、風吹いたというか、あの風吹かしてるんですよ、今、一生懸命。 外資系かどうかの確認が取れてないんですが、えー、記者会見の仕切りがあ明らかにその PR 会社コンサル会社が入っていましてでその質問も事前に出させてでと QR コードが送られて記者会見でどこに 望月磯子さんが座ってるとかっていうのも全部把握されてしかもまあ事前に答えというか質問が出てるわけなので、えー、PR したい順番に指名していくうー朝日新聞のなんとかさんとかも言えるわけですよねで何の質問するかも分かっているそういう記者会見ですそれを記者会見と呼ぶのかっちゅう話なんですけど。 でまあ、あちょっとハプニング的にですね、田中さんっていう人、フリーのー方ですねこれ、ジャーナリストと呼ぶのか、活動家と呼ぶのか、ちょっと分かりませんけれど、この人が知的レベルの低さで恥をかくんではないかという質問をして、えー、それに対するしっかりとした返しができたという、返しだけの話ですけどね、ひ、あのーえー、な壇芸人が、 パッと映った瞬間に何を言うかっていうそういうその瞬発力の話なのでえ政治家としてとかその理念とかいう話ではなくってお前ダウンタウンの番組であのパッと映った瞬間にまあ今カメラ何台も回してますんで編集は後からしますんでまあ大体誰かが何か言うた時のやつは一応絵は押さえてあるんでそれが使われるだけの話なんですけれど。 まあその瞬間におもろい返しをしよったなあということでまあそんなも含めて風にしている小泉進次郎さんなんですが昨日え銀座へ行きました今日が横浜桜木町やったかなあだと思うんですが東京周辺でですねそして自分,自分の選挙区の辺りで えー、自民党総裁選挙に名乗りを上げましたと、まあ、総裁選挙ですから、別に一般の人に聞いてもらわなくても、党員と国会議員に聞いてもらったらいいんですが、要は新聞が取り上げ、テレビが取り上げ、そしてなんと、コモさんまで取り上げてしまうというですね、もう私ももう今、抱き込まれてますよね、完全にね、1000もお金もらってませんけども、で、5000人集まったというふうに書いてるんですよ。 産経新聞数えたんですかね、主催者発表によるとなんですね、え <laughs> え、一応証拠としてお見せしておきますね、自民党総裁選2024、小泉氏銀座演説に5000人と書いてます、長年の課題に決着つける、でまあ他の候補のことも出てるんですが、この写真、 ね、こ,こ,ここで銀座の4丁目ですよ皆さん一回は行ったことあるかと思いますがここで5000人ですってはいじゃあ皆さん数えますよいいですか12345000人はや5000人いましたか これ、で産経新聞と、あとどこやったかな、日刊スポーツとか、いずれもその主催者発表でなんですよ、演説を主体した人が、いや5000人はいましたよって言ったことをそのまま書いてるんですね。で、たびたびこの番組ではあの取り上げてますが、 デモをやったりするときに警察発表と主催者発表というのがあって主催者が国会の周りを10万人が取り囲みましたって言って警察発表がいや3000人ほど集まってましたねっていうようなことはよくあってそろそろ右派とか左派とか関係なくあるいはもうその集まる場所を変えれば日本保守党が大阪来てヨドバシカメラの梅田の マルチメディア間の前ででやったんですねあんなとこ人入られへんので人ちょっとしか入られへんので,で通行人もいる中でそれはもうぎゅうぎゅうにすぐなるんですよで前に歩道橋があるんでそれは入られへんした歩道橋あるいは歩道橋歩いてる人がやかましいなと思ってあのハゲ誰やあ百田直樹かと思ってまあ、まあ、ハゲはげはどうでもいい話ですいません私もハゲですからいいんですけどそんな人もカウントしたらそれは人数増えるわけですよね でどう見ても、私が見たらですよ、これ、別にあの小泉進次郎を下げすむわけではなくってこの、そういう主催者発表をそのままうのみにしていいかどうかという視点でお話しするんですが、まあ、どうでしょう、200人、300人とは言いませんが、ゼロ1個多いなと思います。だから、まあ、5000人のゼロを1つ取ったら、500人ですか。 ゼロ1個多いっていうこれはちょっとちょっとひど,いひどくないですかと思いますよね。そろそろ国会を取り囲んだデモもそうなんですけどゼロ1個多かったら電話つながらないですよ。00120444444いやいやあれは。 0120やからなので01個多かったら最終間誓約書に電話つながらないですからねええー、01個多いのはちょっとなぁと思いますでもこれが小泉進次郎来てるぞという空気を演出するのにもうもう十分な効果はもう出しちゃったんですよ出しちゃってるんですよ でいやそれは産経新聞の部数がどうやとか日刊スポーツを読んでる人間の数がどんなもんやねんっていうふうにも思われるでしょうがこんなんまあ言っても言ってしまったもん勝ちで,でこれはまあじゃあ赤穂新聞が出してたって言ったらまたちょっとちょっと違うと思いますよあ来週赤穂いきますはい赤穂新聞うんちょっと現地で読もうと思ってますけどこれねもうすごい PR 戦術としたら要は みんな凍うてますから。言われましたもん。営業の電話で一番刺さる言葉は何って聞いたら、特に年寄り、おじいちゃん、おばあちゃんに営業の電話をかけた時に、最もキラーワードとなるのは、皆さんやってはりますけどねっていう。<laughs> あ、そうあ。みんなやってんのって。もうこれを作ることとしたら、 一回ここんなところで嘘ついて実際まあいちいち数えてもいないでしょうけどカウントもしてないでしょうけど500人を5000人ってしてしまって小泉進次郎は国会議員だけでなくて街頭へ出ても人気があるぞと自民党の人らに思わせたらいいんですよ。だって一般の国民に思わせても仕方がないんで自民党の国会議員にとって次来るべき総選挙 もうこの秋にも行われる総選挙で自分が当選するかどうかしか考えてませんから国民のことなんて一切考えていませんから木原事件のことなんて考えていませんから残念ながらええ、みんな自分がもう一回国会へ戻るということしか考えてないんで彼らにとって小泉進次郎とツーショットの写真を撮れるかどうかっていう話でしょそれを、ええ、SNS で発信できるかどうかっていうことでしょ でそんな人らが投票するわけですから、総裁選挙で。ああもう来てるねと、持ってるねと、さすがお父さん譲りだねという、この空気が今、この1週間ほどでぐわーっと盛り上がっているっていうね。 これはほんまに怖いって僕はもう冒頭で言ってますやんかそういうわーっと盛り上がること善悪とか関係ないですからこうこうもう盛り上がってきちゃってるんですそこに乗り遅れたら次の電車はないよってもう思ってるわけなんでこの5000人を出すっていうのもその作戦でいやあすいませんあのちょっとあのパソコンを打つときにあで警察からも500ですって言って許可も500でもらってたんですけどちょっとちょっと個打ち 打ち損じましてって言ってももう一旦出てしまったこの5,000人っていうのは私がこれだけくどく言ってももう多分逆に僕がくどく言えば言うほど小泉進次郎人気があるって思われてしまうかもしれないんですけどこう盛り上げてるんですよ。 でこれ今盛り上がってるんですよこれが三種さんが行って盛り上がってるかって言ったら若手芸人が「あんたが来るまでな」っていうのはまあまあ有名なまあね小話ですけど小話ですどあくまで小話ですよ今はもう文士さんですからね三んの頃の話ですから盛り上がってるかあんたが来るまでなっていうねえー、あまあそうはなりたかないなとは思いつつですねでじゃあ昨日その5,000人が集まったのが どんなあの演説やったかっていうのをちょっとチェックしときましょうよ。チェック、皆さん一緒に。まあ、この日曜日のこの昼下がりに生配信で私のチャンネルを見てるっていうことは、皆さんも、まあ、ぶっちゃけ、暇でしょ <laughs> ねええ。 まあ私も暇やからやってるんで、いや、暇でもないですけど、まあまあ、10分ほどなんですよ。ちょっと一回、こう、フルで聞いてみましょうよ。10分ほどのことなんで、少なくとも、斎藤知事の2時間半のやつを聞いてて、血圧が上がるより、ちょっと、まあ、笑い、笑い持ってちょっと聞いてあげましょうよ。昨日、おそらく今日、桜木町の駅前行っても、同じことしか言わへんと思いますんで、これ聞いといたら、 しばらくは持つと思います、はい、どうぞ家事をしながら耳だけお耳だけお貸しくださいませ参りましょう小泉進次郎さん小泉進ちゃんの昨日の銀座での演説でございます皆さんこんにちはこんにちは小泉進次郎です 今日はこんなに安い方大勢の皆さんにビールの上からもそしてこうやって目の前多くの皆さんお集まりをいただきまして本当にありがとうございます今後ろを向きましたこの度私小泉進次郎は自民党の総裁選に立候補いたします今回の総裁選は自民党が変わるか 本当に変えられるのは誰かを選ぶ選挙です今回の選挙で自民党が本当に変わるために必要なのは改革を唱えるリーダーではなく圧倒的なスピードで改革を推し進められるリーダーを選ぶことですおほうほうほうなるほどそういうことですねそういうことだと思いますよ それはねではねで引き続き続どうぞこの5年間世界中でコロナも蔓延しそしてこの私たちの暮らしも AI デジタル大きく変わりました今日はこんなに暑いですけども気候変動も進んでこれだけ暑い夏にもなりどうやったら次の世代により住みやすい より環境のいいそんな未来を残せるのか我々の暮らし世界も大きく変わりましたそして私自身も2児の父親になりものの見方が大きく変わり今政治が変わらなかったら今今までの政治の進め方政策の強度スピードを圧倒的に変えなかったら 次の世代の子どもたちに間に合わないその危機感が今私がここに立っている大きな理由です私は総理になったら自民党の総裁になったら長年議論ばかりを続け答えを出してこなかった課題に決着をつけたいそして 大きな課題ばかりだけでなくて皆さんのお一人お一人の政治にこういうことを解決してほしいという一人一人の小さな願いも課題解決に取り組みたいそのために皆さんの力を貸してください私は1年間のうちに3つの改革に取り組みます 1>, 1, 年でやります1つ目はなんといっても政治改革をやりきりますこれだけ国民の皆さんの自民党に対する不信を広げてしまった当事者の自民党として私は政治の金の不透明な流れを断ち切ります10年後の公開をすることは政策活動費でありえません もうやめます今まで非公開だった旧文通費の使い道は公開をして残ったものは国庫に返納を義務付けますそしてこの問題の当事者となったらその議員には地元の皆さん説明責任をしっかり尽くして再発防止をやって最終的に私が総理総裁になった暁には新しい執行部で 正に判断をしていいきたいと思います何よりも私が総理総裁になったらまだやっていないことをやります自民党の処分は一応やりましたまだまだ納得されておりません岸田総理はトップとしての責任を取って退陣を表明をしましたしかしまだ我々自民党はあの裏金の問題が起きてから皆さんに 審判も仰ぐ機会を持っていませんだから私が総理になった暁にはできるだけ早期に衆議院を解散をして皆さんの信を問いますそして私がその時にお諮りをしたいのは1年で私がやりたい改革のうちの1つ賃上げをさらに加速をする人手不足を解消する 正正規・正規非のの収入の格差を解消するその全てを同時解決をしていくために必要な労働市場改革を根本的にやっていきたいなかなかできなかったこの課題をやることで誰もが求められ誰もが評価されるそんな一人一人が自分らしく働くことができる労働市場を作っていくそして 新しい産業を日本に作りたい今日このの左側に日日産のビルがあります今日本の世界の中でトップだと言える産業はこの日産やトヨタやホンダ自動車の産業は世界で間違いなくトップクラスだと言えますしかし残念ながらこの30年間世界で戦える一人一人の日本人は出てきても 世界でトップクラスで輝けるような自動車産業以外の産業が出てきません私はそれを作るために大企業に多くいる優秀な人材資金技術が中小企業小規模事業者スタートアップベンチャー人が欲しいと求められているところに人が流れていくようなこの新しい だけど当たり前に本当だったらもっと前にやってこなきゃいけなかった当たり前の改革をやりたいだから皆さんどうか私は1年でこれをやりますから皆さんの力を貸してくださいそしてもう一つ私は目指している国づくりは誰もが自分らしい生き方ができる国を作ることです今 長年議論ばかりで決着をしていない問題の一つは選択的夫婦別姓の導入です自分が生まれた時に親から名付けてもらった名前を守りたい選びたいみんなが別姓になるなら反対の方は私は分かりますしかし選びたいという方にその選択肢を用意することは 本当に社会にとってよくないことなんでしょうか30年間議論してまだ答えを出していないこの課題にも私は国会に法案を提出をして決着をつけていきます一人一人の自分らしい生き方ができるそんな国を作っていきます働きないので働けない練習のための撤廃 本当はもっと働きたいそう思っている方への残業時間規制の緩和一人一人が健康を大切にした上で自分らしい生き方ができる国や社会にこの1年間で課題解決につなげていくために私は最後まで全力であって戦ってまいります今日は暑いですので長くお話しすることは控えますがどうか皆さん ままだ総裁選は始まっていません12日から始まりますが私が今日この場で街頭演説をさせていただいたのは今の自民党に必要なのは自民党の内向きのことばかりを見てリーダーを決める選挙じゃない党員の皆さん自民党の議員大事ですしかし我々は国民の皆さんの方を見て業界団体や既得権益が 認める範囲内でしか政策や改革が進められないその自民党を改善ために一人でも多くの皆さんのお力を貸してください小泉進次郎最後までこの選挙1年でやりきる3つの改革中長期に構造改革をしていく問題ここを覚悟を決めて戦ってそして誰もが 自分らしい生き方ができる国を作りますどうか皆さんよろしくお願い申し上げまして私からのご挨拶に返させていただきます暑い中ご理解をいただきました皆さん本当にありがとうございましたありがとうございましたどうか公立新一郎よろしくお願い申し上げますありがとうございました ご清聴ありがとうございましたいかがでございましたでしょうか、えー、と質問や表明の演説の全文というのもございますので後でリンクを置いておきます基本あのこの流れを言ってます私は今回の総裁選挙は自民党が本当に変わるか変えられるのは誰かが問われる選挙であります誰がやっても変わらない政治に期待しない声が多い中 自民党が真に変わることは、改革を唱えるリーダーではなく、改革を圧倒的に加速できるリーダーを選ぶことです。まあ、から始まりましてね。えー、えーえー、そうですね。皆さん、どうですか 失礼しましまた今あの、おそらくファンの方だと思います。写真を撮っておられましたので、思わず手を振ってしまいました。えーあのまあ、何も言ってないでしょ。何も言ってないんですけど、何も言ってないんですけど、何も言ってないことをあれだけ10分間言い続けられるっていうのは、なかなかの話芸であると思いつつ、えーまあ、PR 会社がおそらく入ってるだろうっていうことはですね、えーとまあ、やっぱりね、 うまくあのー、大衆のことを心に届くそしてメディアを動かすワードを構成をやっぱりちゃんとしてるんですね。これがあー私ゲルと言われている石橋茂の場合はそういう,う うとことにお金を使うことができませんので、えー、政治と金、ね、ここはちゃんとやらなきゃな、それをやらないんだったら、何のために政治家になったのかわからない、えー、というようなことを言うと、後ろから玉を打っていると言われ、えーまあ、人気がないわけでありまして。うん でだらだら言っててもこう、ね、乗らないんですよまあ今あの8人10人出てくる中でそのトップに残る決選投票する2人はあ石破さんと小泉さんだと今のところ言われてますけれどやっぱりこう弱いんですよね。で、まあ、その若いとか若いとイケメンって言われると若くてイケメンだからいいんだって言われると申し訳ないですけども石破さんも。 私も負け組ですからまあまあお前もお前と一緒にしてやんなと言われるかもしれませんがまあまあねえ負け組なんですよ彼らが勝ち組なんですよねでまあそんなことだけで決まってええわけじゃないとまあみんな思うでしょうけどまあまあ,でもさあそこはもう明ら,か明らかなアドバンテージが向こうにあるわけですねで今回 その小泉公文を出させないようにするでそのために付箋が山ほどついたあの付箋を1枚ずつ投げていくとかなり時間がかかるので斎、えー、藤知事にはできないことだと思いますけれどいろいろ準備をした上で記者会見に臨んだんですがやっぱりね僕はあの僕の心も私のハートもストップモーションになりましたね。 1>, あの1年でっていうね、これ、で,できるかどうかそ分かりませんよ、できるかどうかはもちろん分からないし <laughs> ただ、1年でやりますっていうことを、じゃあ、どの政治家が言ってきたかっていうと、この,この出し方をした人は、まあ、いないですよね。 自民党をぶっ壊すとかねお父ちゃんの言ってたあれもまあかなり強烈なパワーワードやとは思いますけれど1年でやると言ってきている人っていうのはあるようでなかったっていうことなんですよねでまあ任期中にっていうまあ4年とか あ6年とかっていうことの,そのいわゆる任期の中で目指しますで、まあ、あくまで「目指します」ですから「目指したんだけどできませんでした」っていうのが自民党が結党以来の党是としている憲法改正ということでありますからずっと目指してきてはるんでずっと目指してるけどやってこなかった、まあ、そういう政治にへきへきしている人たちが「1年でやります」って言われた時に。 なら一変やらやせたかそういうそういうキーワードですよね。あなたの健康のためにえー、ねピンピンコロリと行くために日頃元気でいられるためにこの健康食品いかがですかこの化粧品どうですかっていうよりここはまあ、嘘でも何でも手に取って買うてもらおうと思ったら。 一年で変わります。一年であなたが若返ります。この化粧品。化粧品の原価は数パーセントと言われております。この一万円のこの化粧品。原価は 300円か500円のものです。だからこそたくさん広告費がかけられるわけです。たくさん広告費をかけて、おしゃれなイメージの CM を流してテレビでゴールデンタイムにバンバン流せる。それはなぜかというと、この1万円のこの化粧品が原価は300円ほどだからできるわけであります。ボロもけであります。1年で、1年であなたを若返らせます。と言われたら、 ほな、もうちょっとこうやってみようかなと思いますよね。それがまあ、その100万円って言われたら、100万円の金粉の入った化粧品って言われて、ファンデーションって言われてもあえですが、きっとね、こ,こ,の,この切り口がまあ、多分だからなかったということに、PR 会社が気がついて、こんなことを多分自分では考えないですから、あの人は。真空、真空状態のような人ですから、 それっってて言ったらパクッとこう食いついつくれる。まあ、それが彼の彼の感性でパクッと食いつくのかこうやったら食いつくでっていうことが分かっている側が動かす、えー、つまり斎藤君を斎藤知事を遠足と称してどっかとりあえず行かせてでお土産持たせてたらそれだけで機嫌ようパワハラ体質なんだけどとりあえずまあ機嫌ようしといてくれるっていうのを分かった片山蘭の3年間の。 政権操縦だったと思うんですけど小泉進次郎君の場合はどうか分かりませんが同じ,同じくその軽い見こしの上に乗る人からしたらですねえこれでってなったらそれパクッと食いついてやってくれる人なんですよそれを演じられるタイプなんですよねだと思うんですよそうやって多分生きてきたんだと思うんですねで勢いで 多分ついてると思うんですねこの多分一の1年でやるっていうこととかこれもよぼよぼの人が二階さんが「もう足余命3年」って言われたんで1年でやりますって言うたってもうちょっともうそれやったらもう家でのんびりしといてくださいって思いますやんか彼みたいにまだ若くてまだまだやれるぜやれるぜっていう人間が「1年でやります」って言ったらそれは多分ね僕はギュッとハートをね掴まれたと思うんですね。 で,そのものできようができまいが構わないですよとりあえずなってしまえばいいわけですから斉藤知事がなってしまえばそれでよかったように小泉進次郎は総理大臣になれてしまったらいいんですよ。っていうそういう人らが何をするかって言ったら結局そういう自分で考えたり損得ではなく善悪とか自分の理念に政治理念に基づいて何かをするではなく。 こういう提案があったらこういうメリットがあるんですけどっていうのをああいいねって言ってやる,やるんですよ。岸田さんにもその癖があったと思いますし岸田政権のこの3年間を評価する人がいるとしたらそれは評価とも言えますしただただ何もあの自分でやることを決められなかった人がパクッとアメリカの言うことを聞き財界の言うことを聞きやっただけっていう意味で。 他の政治家にはできへんことをやったという岸田政権の評価はできるのかもしれないですが、それに拍車がかかるということですね。岸田政権に不満を持っていた方は、今ここであの小泉慎小泉ちゃんに騙されてしまうと、もっとひどくなりますよと、構造的に。それが財務省なのか、それがトヨタなのか、経団連なのか、それがアメリカなのか、分かりませんけれど、 そ大きな力を持っているところが、金をつぎ込むことも含めて、こんなんやってよって言ったら、いいね、いいねって、1年でやりましょう。全部、全部1年でできちゃいますよ。憲法改正、1年でやりましょう。いいですね。えぇ。解雇をもっと自由にする。あいいね、いいね、やりましょう、やりましょう。どんどん組みにできますから。うん、いいですよ。えまあまあ、夫婦別姓もいいでしょうけど。 なんかいろんなこと、1年でやる、1年でやる、言ってやったら、みんなね、パクっとくっついてきます、食いついてきますよ。ここ上手なんですね。さすが PR 会社、マーケティングですよね。マーケティング。これね、やばいっすよ、本当に。一応、僕、ちゃんと言いましたからね、僕が言うたにもかかわらず、統一教会との関係もそのままになってますし。 あのこの3年間僕だいぶいろんなこと言うてきましたからねもういつ死んでもええと思って言ってきてますけどほんまに知りませんよ僕ちゃんと言いましたからね2024年9月8日日曜日の午後0時40分に言いましたからねこんなん小泉進ちゃんになったらその周りの PR 会社とかマーケティング会社とかなんとかショーとかなんとか代理店とかいう。 彼らの利害になる利害、利益になることがどんどん進んじゃいますよ。すごい人気の中で。多分不支持と支持はひっくり返りますよね。そんな,そんなどころじゃないですよね。小泉進次郎が、小泉進ちゃんがプリプリと総理大臣になったら、もう多分支持率最初8割超えますよ。本当に。これ。 えー、でしばらく続きますよ、そんなまさに半年、1年もうその作戦できとるんでね、その作戦見えてるんですよ、もう隠,し隠し玉とかも,もうここでもうバントするぞって分かってるんだから、ちゃんと前進守備せなあかんし、バスター、要請へんねんから、ああ、やれ言われたことしか要請へんねんから、注意せなあかんよと思うんですけどもね、0時41分です。 あと短く鹿児島県警、えー、盗撮警官に9月10日に判決でございます、本日が8日なので、あと48時間ほどですね、えー、残念ながら、野川本部長がその事件を隠蔽したかどうかということについて、その事件の隠蔽については、隠蔽されたまま裁判が終わろうとしています。 トイレに侵入し、複数回女性を盗撮したとして、性的死体撮影処罰法違反などの罪に問われた。元枕崎警察署巡査部長の男、三十三歳。これ、警察の内部的には定職三ヶ月でありました。鹿児島地方裁判所は、あさって十日、判決を言い渡します。この事件は、元県警幹部の男とされてますね。かわいそうですね、本田さん、六十一歳。 国家公民法違反守秘義,義務違反の罪で起訴されていますが野川本部長が隠蔽しようとしたと主張している事件でありますが後半では検察側弁護側双方ともその件については言及をしておりません23回盗撮をしたとする起訴内容がそんだけですもっと他にもあったと思います罪悪感もあったが達成感や 高揚感があった盗撮を回数重ねるうちに麻痺してしまったそんなもんなんですかねパンツ盗んだりするのも高揚感があるって言いますからねうん検察側は被害者の人権を軽視しており卑劣で悪質職務中の犯行でもあり警察への信頼を大きく失墜させたということでありますがまあこいつのやった盗撮による警察への信頼の失墜で ではなくそれを隠そうとした鹿児島県警野川本部長あるいはそれに監察入っているとは言うもんのお前ら田舎でちゃんと処理しとかんか何で我々がこんなところまで出てこなあかんねん他のところも不祥事あって大変なんやから都築警察庁長官がいる間に都築さんの顔にこれ以上泥を塗るなよという警察庁が非難されていると私は思うのですが弁護側は自ら職を辞し 停職3ヶ月です停職3ヶ月で,で辞めますと自己都合退職をしているわけです社会的制裁受けてください再発防止策も講じているんだそうですねうん2019年から少なくとも80回盗撮しています起訴された以上に当然やっているわけです強要というものがありまして 今日やる用事の話ではなく、警察官としてこんなことをやったら飽きませんよ、ということを教えてもらっております。警察官として、人のものを盗んではならない警察官として、痴漢をしてはならない警察官として、盗撮をしてはならないわかったかはい法務省に聞けれ はい、こんな感じなんでしょうか、どうなんでしょうかね、えー、教養があった後逮捕までの4ヶ月半については、一度も盗撮がなかったということで、やっぱり教育が大事だっていう、そういう話ですが、こら、何を言ってんねん、ほんまに、何の話をしてるんですか、はあ、南日本新聞が、警察で教養を受けたから、盗撮をやめたんかと、こいつに問いかけてましたが、説明はなかったということであります。 闇のことは闇に葬られるのかというニュースハンターに頑張ってほしいなと思うコモさんでございます時刻は0時45分宮田翔子さんがまた試合に出られたそうです国民スポーツ大会体操青年女子福井県代表として出場をいたしました このテリトリーでは19歳順天堂大学の宮田翔子選手皆さん覚えてらっしゃいますかタバコ吸ってたりしたというのでパリオリンピックの代表を辞退させられてしまったあの子でございます福井県代表として出場をいたしました体操では青年女子成人のせいですねなるという字ですね え未,成年未成年のその青年の青年、民意を取った青年であります。つまり、未成年ではありません。オリンピックを辞退してからの初めての競技出場、だからまあ、ちゃんと練習も、まあ、ちゃんとかどうか知りませんが、練習も重ねていたんでしょう。オリンピック期間中、毎日毎日、洪水のようにテレビで流れてると、体操以外のを見ててもしんどかったやろうとは思うんですが。 私がとった行動で多くの皆様にご迷惑をおかけしてしまい深く反省しています。ここからしっかり自信の持てる演技を積み上げていって大好きな体操を誰よりも楽しめるように頑張っていきたいというふうに語ったそうであります。今9月、確か10月か11月にお誕生日を迎えたんだと思います。あと1ヶ月ほど我慢すれば酒もタバコもじゃんじゃんやってもらって大丈夫ですので。 いや本当にあの何ていうか僕は要はバレなきゃいいっていう世の中が大嫌いなのでまあ浮気とかにしてもバレなきゃいいっていうのでバレてへん人らが偉そうに言ってるのがもうたまらなく嫌いなんでえバレるかバレへんかっていうことでバレてしまった人がめちゃくちゃ叩かれてるっていうのはま同じくバレてしまった人間といたしましてはえー。 どうもすいませんもう本当に何も言えねえなんですがあのここからまあ次のオリンピックがどうなのかは分かりませんけれどもう一度ちゃんとフィールドに立てたんだっていうことは頑張ってくださいねという私の個人的な考えでございます、うん、0時48分えっ、ー、とスターライナーというのがございましてこれはあの電車ではございませんで 宇宙との間国際宇宙ステーションとの間を行ったり来たり物を運んだり宇宙飛行士を乗せたりというボーイング車の宇宙船でありますジャンボ機を作っておりましたボーイング車宇宙船にも進出をしております無人で国際宇宙ステーションから切り離されて地球へ帰ってまいりました NASA アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士2人を乗せて今年6月試験飛行のために飛び立ちました無事 ISS に着いたんですがどうも不具合があるとなんかドアのところからガタガタする音が聞こえるなんかシューって、えー、空気が漏れてる感じがするおかしいなあなんかネジ1個垂れへんそんな単純なことやったら分かるんですけど不具合が様々ございまして ちょっとそのまま乗せて帰るわけにいかへんやろうというのでいろいろと調べましたいろいろと調べたんですが1週間で帰る予定だったんですがこれが帰れなくなってしまいました推進装置の一部に不具合が見つかったとで先月もうちょっと無人で帰しましょう途中で何かあったらあかんのでということで切り離して 日本時間の7日無人の状態で ISS 高度400キロのところを飛んでおります、えー、国際宇宙ステーションから切り離されて7時間ほどかけて帰ってまいりました6時間ですかアメリカ西部ニューメキシコ州に着陸をいたしました無事着陸できましたそれやったら乗って帰ったらよかったやーんって思うかもしれませんね1週間で帰る予定だった宇宙飛行士まだ帰ることができません 来年の2月に帰ってくるそうであります。別のやつを飛ばして。はい。ボーイング社のこのスターライナーが今後ちゃんと使えるのかどうなのか、今回は試験的に飛ばしてみました。人を乗せて飛ばしたんですが、えー、正式採用されて飛ぶかどうかはちょっとまだ分かっておりません。不具合が何なのかということがちゃんと分かってからということでございます。 自由民主党におかれましては自民党のどこに不具合があるのかきっちりと検証をしていただいた上で新しいトップを決めていただかないとただただ10人乱立させて刷新感を出されましてもそしてイケメン若い子を出されましてもちょっと困ります兵庫県におかれましてもしっかりと不具合の原因が何であったのかなぜなぜ斉藤元彦が 金沢さんではなく金沢さんがやってたからそのまま京五憲政が良かったんだとも私は思いませんがなぜ,なぜ金沢さんが負けて斎藤元彦知事が誕生をしたのかそしてそこからの3年間で何があったのかということを検証しないことには目先の枝葉のこれをもらったこの時こう言うたそんな話では私はないと思っているという。 本日の長官チェックでございました。本日もご清聴誠にありがとうございました。暑い中ですので、これ以上長く喋っておりますと、皆さん大変です。もうすでに2時間ほどやってるかと思いますが、えー、ゆっくりとお休みいただければと思います。ご清聴誠にありがとうございました。次の天禄総選挙の時にはですね、天子こスタジオに一票、あなたの清き一票を投じていただきまして、そして10月12日の夜には、 まだあとチケット50枚ほどございますコモさんの長官チェック3周年記念バーベキュークルーズにご参加いただきますようよろしくお願いをいたしますまた、えー、まだ提灯を祝い提灯を出していないという方このように提灯を並べておりますので3周年記念の提灯もいただければ何より私が喜びますではまた明日にんじゃんをしてお別れすることにいたしましょう長時間誠にありがとうございました参ります 「また明日これみんなね「わかる」って言うんですよパー出す時わかるって言うんですよグー出す時もわかるって言うんですよわか,かります口元に口元でもう次何言うかわかってるんですかねねでは参ります「また明日うんじゃん」 <直>これで割れへんかなありがとうございました失礼しまーす。